肩のストレッチを見えてないのにボコボコボコになるようになってくるんだね。うわぁ、なそう。で、怪我しない理由は力を抜くこと、うんうんうん、抜き切ってから上げる、脱力だ、抜き切ってから上げるってやると肘とか肩で耐えてないから痛くないってことが分かったんですよ。ただ下ろす位置ですとかフォームが大前提ですよ。まあ下ろす位置めっちゃ大事そうですね。さっきの言ったその何低脂肪、はい、の上にバーがあることを常に認識するっていうのは大事かもしれないですね。 それが乗ってない状態でどっちかにずれてた状態で負荷ボトムを落としてたら切れるっす、うん、ここに落としたら切れるっす、はい、なんか胸ってみんなこういうイメージなんですよ。そうっすね。でも実はこうなんですよ、うんうん、でスクワットも例えばもしこれが正しいんだったらスクワットこうなるはずなんですよ、はいはいはい、でもスクワット膝前出すじゃないですか、はいはい、だからプレスと一緒なんですよね。結局こうとこうって同じなんですよ。なるほど、まあ、プレスってこういうことですよね。あでこうなんないじゃないですか。そっかそっかそっか。だから足と同じ考えるっていうのもありです。あ要は筋肉の走行が結局支える位置になってるわけで、はいはいはい、これがずれるとどこ支えてるよっていうか、ね、はい、最近なんか言語化してねえから難しいなこれ最近なんか本能でやっちゃってるから言語化してねえな最近と思ってね結局ね今あれですかもう鉄椎とフリーウェイトしかやってない。そうですね、胸はやっぱり横の抵抗なんでちょっとマシン頼りますけど、まあ、アームカールですとかこの縦の背の部分あるじゃないですか、縦横そこはもうフリーウェイトでがっちりで斜めのやつとかは片手ずつやったりとか、でまあ大胸筋に関してはやっぱり横の抵抗が必要なんでこういう抵抗がないといけないんで鉄椎とか鍛錬のマッスルベンチとか使ってます、ね、はい、って考えると腕ってもうフリーウェイトだけ本当はいいんですよ。あ縦なんで。なるほど、縦なんで。足はだからあれですね、今スクワットメインでボリュームっていう感じですよね、はいはい、よいしょ。これアブローライワだったんだ。アブローライワだったんですよこれ。そこにもう一本イージーバーあるんでいきますか。そうっすね。でこれ誰でもできます。あ本当ですか。はい、セコロって言って一回伏せてから上がるだけなんで、あで、まあ、この状態で腹筋っていうのはここ初動じゃないですか、はいはいはい、この時点で丸まっちゃうとあれなんですけど、この状態から手を転がさずにお尻だけで上げていきたいんですよ。あ、はい、なるほど。でこれを連動させるとこうなるんです。はあ、すげえな新しいな。また効きそうっすね。こっちやばいっすよ。よいしょ。これね、はい、肘、肩、背中、あ腰、はい、一切痛くならないんで。なるほど。安全に。でも絶対筋肉痛がきます。こうですか。一番狭いところでいいです。一回寝ちゃって。あ、そうそう、うまいうまいうまい。1、うん、すごい。3、4、あ、手が消す消す。5、そうそうそう、6、7、8、9、10、あと3、11、12、やそう。オッケー。アブローラーのマイナスイメージなくなりません？確かに。こういうとこ痛くないから。これならできる。そう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 。きついけど。安全に鍛えられるんで。元気さん強いね。相当強い。うん。え？マジっすか？マジで。ちょっとズルしちゃってんじゃないですか。ここにはめっちゃきてる。はい。これズルできようがないんで大丈夫です。じゃあもうよかった。できてます。やっぱなんかね、みんなね。はい、あの JB の選手は世代が違うじゃないですか、はい、影響されてる選手が違うからミッドセクションはあんまり重要視してないんですよ。あ
はい、我々はミッドセクション重要視するところから入ってるんで、だから JB の選手はとにかく足なんですよ。もう執着しまくってるんだし、優先順位がね。そうだから逆にアブローラーとかは多分たまにしかやってないんですから、ね、なるほど。だお互いこう刺激し合うと結構いいあの体になるのかな。はい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 。結局世界基準で見るとミッドセクションめっちゃ見られるんで。そうっすよね、はい、いやボディビルでもマジでミッドセクションっすよ。なんか日本のボディビルって差別化したがってますけど、はい、世界で見たらここすごい重要なんです、ね、結局は。むしろ本当ここそう、ここなんじゃねえかっていう、こことここね、はい、基本はフィジークもボディビルもやっぱ強い方がいい。そう、じゃあ審査基準関係なかったとしても全体的に締まるじゃないですか。はいはい、そうですね。そうなんですよ。そうだから、より足が強く見えるとか、より腕が強い、アウターに目が行くよりはそっちに目行かせないとダメなんでしょうね、評価基準として。正直だって俺コンテストをよく見に行くんですけど、最近パッと見てこことここしか最初、まあね、目入っちゃうんで、うん、いやでも腕と肩にそんなに差って出ないと思うんですよね。そうだ、ボディービルで言ったらフロントポーズこれ取るじゃないですか、最初ここ行くんですよ。でその4ポーズ取った後にやっとこう肩とか胸とかに行くんですけど、そういうファーストインパクトは結局ここに持ってかれちゃうんで、鬼鍛えとかないと。だから神奈川のボディービル見に行ったんですけど、やっぱここ強い人は目いっちゃうんですね。なるほど。だからトップ4みんなここすごかったっすもん、やっぱ。だから神奈川ってボディービルを見てくれるジムが1軒あるらしくて、みんなそこに練習しに行ってるから、結構こう中野ヘルスクラブみたいな感じになってるんですよね。なるほど。さあこれ毎日やってるんですか？2日に1遍。2日に1遍で、なんかそうすると週に4回、それでやっと大胸筋と同じ強度になるっていうか、あ、なんか他の部位と同じ強度になる、ボリューム的に言うと、ね、そうそういうことか。でアブローライがやらないんでね、うん、シチ、ウイ、ハチ、キュウ、十、あとに、あとに、H、いいよ強い。出そう、そりゃオッケー。これも足やばいっすよ。あーきつい、重症っすねこれは。やばいっすね、やばいっす。これ初めてやると1週間以上痛み取れないってこれ。いやーきつ、でもなんかできちゃうんですよ、うん、だからおすすめです。立ちコロってできないじゃないですか、これはできるんで。減量末期で誤解できるかできないか。そうですよね。なんかアブローラーってほとんどみんな支えるのに力使っちゃってるんで。あ、確かに伏せちゃったらあの腹筋だけで上げられるんで。 こっちは欲しいですもんね。そうです。結局なんかなんだかんだ言って上げてる時に一番力使うじゃないですか、はいはいはい、下げてる時に力使っても使用筋は緩めないと下がらないんで、結局だからこういうところに力入っちゃうんですよ、ね、なるほど。確かに腕はあんま力入ってないですね。そう、この骨盤付近の筋肉でいくんで。うわあ、いって、1、2、強い強い、3、9、ラ
スト。オッケー。お腹やばいぞ。結構きついです。みんなできないですかこれ？できるんですけど、1週間以上筋肉痛になっちゃうんで。これをだから自分は1週間筋肉痛なんだけど、それでも無理やり2日おきにやってたんですよ、1日おきが。そしたら今なんとか痛みは弱くなってきて、回数もちょっと腹も飲んなそうっすね、これだとね。増量してても荒れてますね。こっちが仕上がるじゃないですか普通、こっちが先に仕上がってくるんです。マジっすか。肩のストレーション見えてないのにもうこうボコボコになるようになってくるんで。それ理想だな。でもこんだけ動かせば絞れるな。すでに無理なんだけど言っています。8でいい、8で、きっちり8やろう。1、2、3、4、5、6、あと2、7、あと1回、8、OK。終わり。ありがとうございます。素晴らしい、いいトレーニングだった。ありがとうございました。いや本当にありがとうございます。元気さんなしだったらね、何個か俺妥協しました今日。いやいや、マジで久しぶりにやっぱりボートルいいっすね。いいっすね。いや、でかくなりそう。なんかまた久しぶりに浅見さんとできて、またやっぱ変わってましたねトレーニングがね。そうっすね、なんか簡単になってきたのかなっていう感じがするんで。すごいシンプルな4種目今日、はい、胸だけで、でも相当負荷は乗ったなと。なんか初心者様にありますか、その筋トレ、体を大きくするために。そうですね、必要なこと。自分の考え方ですけど、一番最初に飯を食ってること、はい、2番目にやる気があること、はい、3番目にフォーム、そこから重量って感じですね。はい、これはねすごい深いですね。でやっぱ本当にしっかりご飯食べてやる気がないと。そうす、やる気結構大事っすね。でも飯食ってないとやる気出ないんで、でも最初は生物として満たされてること。なるほど。そっからやる気がある。いや、やる気っていうのは目標っすよね、はい、自分で言ったらプロクオリファイで1位取りたいっていう、はいはい、で次にトレーニングフォームだと思うんですよ。でそれぶっ飛ばして重量を持っても多分何にもならないっていうね、はい、そういう感じですね。ありがとうございます。そしたらね、トレーニング動画これで終わります。でこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。そしてあざみさんももちろん YouTube やってます。はい、ぜひチェックしてください。概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あざみさんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。